アダム・ウェストはアメリカ合衆国ワシントン州生まれの俳優、声優、テレビシリーズ、会長人間バットマンのバットマン役などで知られる。1928年、ワシントン州のわらわらで生まれる。地元の高校に2年在籍した後にシアトルにある高校へ転入し、卒業後は地元の大学を卒業する。その後は役者として1960年代あたりから徐々に、 テレビなどに出演し始めた。初めの頃は小さい役に励んでいたが、人気テレビシリーズの会長人間バットマンで主人公のブルース・ウェインおよびバットマンを演じたことで一気に知名度が上がる。その後も50本以上のテレビドラマなどに出演し、順調にキャリアを重ねていく。しかしバットマン以降は、特にこれといった当たり役もなく、タイプキャスト的な役柄に悩まされることもあった。 声優としても活動しており、アニメシリーズザ・シンプソンズにおいて本人役で出演したり、ファミリー以外においては本人役だが主人公らの住む町の市長としてコミカルに声の出演を果たした。バットマン役として有名であり、様々な番組で取り上げられている。テレビアニメのバットマンに亀を出演したりもしていた。 2017年6月9日、白血病との闘病の末に死去。88歳没。ありがとうございます。